私たち視覚レンズを通して、様々な愛を感じていただければというふうに思って今日は参りました。以後お締めいただければと思います。はい、で、次にお送りするのは、ちょっと今はね、アップテンポながらも切ない歌詞であったんですけども、次にお送りするのはとってもあったかい、恋人に送る曲になっております。はい、私のあったかい気持ちをお聞きいただければと思います。はい、ではお聞きください。
ダメだけど許してよ。次の曲で最後になってしまうんですけども、はい、次にねお送りするバンドさんの紹介をさせていただきたいと思います。お願いします。次のバンドは、ロレール・ド・サンローランさん、はい、はるばる九州からね来てくださって、お土産を持ってきていただいてね、なんだっけ、エビせんべいの方、ね、はい、明太ね、明太エビせんべいの先をそこ大事だ、美味しくいただきました。九州の最終代表ですね。あ、そうなんだ。赤助のね、赤助のね、プロアカのプロアカルビカーズとかの、神聖な、ね、世界観をお届けできればという幻想的らしいですね、っていうお話をしました。噂によると皆さん楽しみにしていただければというふうに思います。はい、私たちが最後にお送りする曲なんですけども、石崎ひゅういさんというアーティストの、花瓶の花という曲をお送りしたいと思います。あんまりね、花束とかと比べると、まあ、あまり知られてない曲ではあるんですけれども、とてもいい曲でして、石崎ひゅういさん本人が友人の結婚式のために、書いた曲でして、花瓶の花を、一人の、恋人というかあのパートナーに、例えまして、歌うとても愛の込められた曲になっております。私たち四角レンズと、まあ、この、曲を通して、私たちは温かい愛をもう一回言っちゃった、私たち温かい愛を、ね、感じていただいて、私たち四角レンズとこの曲を、少しでも心の中に残していただければというふうに思っております。はい、それではお聴きください。カビナマンという曲です。
ありがとうございました。